ていうかさ、うん、ここに来る途中でさ、うん、大人とは思えんくらいこけたんやけどちょっと予約時間に間に合いそうになくって、うん、やべっつってめっちゃ人で走っとったよね。うん、走ってた。どんがらっしゃいって。やばい、痛い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 、マジやばくない？すごくないのがこの感じ、プンタンタンタンみたいな。確かにね、痛そうやな。徒競走ぐらいこけたもん。こけたな。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、やばさ、どうぞ。これが国立高校で、全部120円なんで。あ、そうなの。でも、みんなさ、10本単位で飲んどるよ。とりあえず10本飲んでる。そうそうそう、まずね、入ってたらすぐ、あれだっけ、ドリカは何本食う？そう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 。すげえ。マジで、3目だろ、これ。やっぱ細いね。うん、細い。ねじって焼いてんのかな。かな。食べてみよう。これが福岡のトリカ。はい。なるほど。何？めっちゃうまい。めっちゃうまい。うまい。うまいよね。うん、普通のさ、焼き鳥屋さんでいう鶏皮とは違うよね。うん。まあ味付けがなんかちょっと違う気がする。うん、なんかもうすでに練り込んであるみたいなね。30本はいけるかも。もう、今日これで。ここで終わり。2軒目予約してるんですけど、断ります。じゃあダメじゃん。断ります。ダメダメ。2軒目断ります。断る。そのぐらいのうまさ。うまい。はい。うまい。どう？転んだ後のビールは。転んだ後のビールは10割増しでうまい。受ける。傷に染み渡る。傷に染み渡るし。エロすぎる。男のちょい悪競争だ。いいね。濃いめじゃない？結構濃いめかも。むずいね。最初の1杯どうしても濃いめだけど。2杯目、ハイボールでーす。濃い。濃いよ。めっちゃ濃いの。めっちゃ濃い。超濃い。正直めっちゃ濃いわ。どのぐらい？7年半付き合った彼氏との思い出ぐらい濃い。濃いな。濃いやろ。濃いな。7年半。女の7年半は長いよ。もうオリンピック2回入ってる。2回入ってるからね。もうちょっとで。濃い。濃いね。濃い。濃いっすね。どんぐらい濃い？無人島生活し始めた阿部寛ぐらい。濃いね、うん、ただでさえ濃いんだから。ソフトドリンクのコーラとハイボール、まだいける？いけない、いけない。もう一杯飲むから。余韻だった、余韻だった、まだ余韻だった、まだ行きたいんかと思って聞きそうになった。もう勘弁してください。あ、すいません、中身増えてね。いかつくない？いかつい、いかつい。半々やん、半々やん。色が違ったら測りやすいです。うん、まあ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 。いただきます。熱です。マジのやつや。喉焼ける。焼けるやろ、そりゃ。ブリッシュって初めて食うかな。初めて食うよ。見たことないよね。ちょっと醤油だけつけた。マジだ、初めて見る。やっぱね、コリコリは変わらない。あ、そうなの、うん、焼いても変わる。すごい美味しい。そうなんよ。うん。あいえ、無理やした。2軒目行きましょう。2軒目行く。2軒目、せーの、行く。お疲れ様です。うまい。まじがハイボールで美味しがれ、妄想は、うん、そしてやばいよね、お通しの椎茸のポタージュ。お通しのポタージュなことある？ない。前代未聞やわ。海もやっぱさすがちょっとおしゃれな店やわ。ああ、うん、これで飲む。どうぞ。
濃厚。濃厚？合う。かけいらん。かけいらん。これメインやな、確かに。落ち着いてしまう。マジ。はい、来ました。パリパリピーマン。パリパリピーマン？うん。ねえ。まずこの、しならなさ。確かにね。ピーマンの。しっかりされてますね。しっかりしてる。ん？聞こえた今の音。聞こえた。パリパリやな。うん、美味しい。ねえ。あ、これはお酒に合う。いや、マジ。はいよ。うまそう。そう。サワラのわら炙り刺し。さっきあそこだって、ファイヤーしてたやつ。やばいね。あれが自分らのやと思わんかった。うん、やばー。見て、サワラだ。いいよ、行っちゃってください。マグロ超えた。いや、サワラだから。これからはサワラの時代か。うまこれ。おしゃれな味するよ。マジ食べよう。見てくれ、お前。やば。レアもレア。レアもレア。宝石やん。え、デヴィ夫人つけてないこれ。指に。全員指に。僕もちょっと大人になって、はいはい、味がわかる男に。サワラ抜いた。サワラ抜いた。また。また。もうその常に更新していく感じなの。とりあえずお塩でいく。パニックなるわ。パニックなる。カスカツ食べたんか、うん、刺身食べたんか分かる。分かる分かる。うんまっ。これさ、ドブロックハイボールの甘くない方を頼みました。乳酸菌飲料みたいな色してます。めっちゃ面白いかも。乳酸菌飲料っぽい。そうなの。ずっと美味しい。そのコメント全部指の汚さで結果聞きされた。マジ、うん、こうなってたん美味しい。指が汚ね。これ絶対今さっきあの道路でこけた時の。やばー。いただきます。はい、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。私はヒアボール、はい、今から作りたいと思います。ニュールではなくヒアです。ヒアですか。ヒアヒアです、はいはい、いいよ。いいよらしいです。こういう作り方なんやろ。お疲れ。おいしい。初ザーサイ。あ、いいんじゃないですか。これがザーサイか。うん。どう食感とか。最高。最高。死ぬまでザーサイしか食べない。うまっ。餃子が来ました。めっちゃうまそうやな。やばー、超うまそう。汁垂れたよ、マジうまそう。あと2枚追加で。本当に、はい、ラストオーダー終わったんです。ラストオーダー終わってます。でもダメ。ダメ。明日も来る。もう来よう。どうぞ。マジでかいね。食べることやるの。うん、それはね大きかったもん。うまっ。やっぱ今の一口でいったやつってあの寿司郎の時の寿司は一口でいけよっていうアンチコメントが脳裏に焼き付いてるからですか。思い出さすな。忘れとったんやそのアンチコメは。ちなみにあの岡山の時の女の人の言葉遣いが悪すぎて不快っていうコメントも記憶から消しています。すごく嫌だったので。あ、そうですか。
か、ああいうコメントはすぐ脳裏から消させていただくようにしています。こんな感じ？うん、そんな感じだった。こうやって作るんだって。いいじゃん、楽しいもんな。楽しい、うん、いい。ペカパイ。お疲れ様です。温かい。温かい。ぬくもりがやばい。分かってるんですよ。やってる。いただきます。いただきます。温かい。温かい。マジで。あったかいもの、しかもさ。なんか、緩急がすごい。すごい。おでんとラーメン食べた後のハイボールがマジ緩急ご飯めっちゃ緩中少ない方から使っていい。はーい。